お腹やお尻、太もも、胴体部分が気になるよって方は、ほとんどの原因が股関節周りの硬さ、反り腰、中臀筋と小臀筋の低下が原因なんです。カエル足っていうメニューが出回ってますが、実は開いたままだったら開く力使ってないんです。ただ開いてるだけになってしまいます。誰でもできて、お尻が鍛えられないといけない、股関節を開く力がつかないといけないんで、ただカエル足にしても全く意味がないんですね。今回はそこの改善ができるメニューになってますんで、しっかり理解してやってください。股関節を開く力をつけなければいけないんですが、カエル足を作っても開いているだけではなくて、開いた状態で止まっておくことができるので、力使ってません。そこでおすすめなのが、膝ついて体をまっすぐにします。足を横に出します。見ながら真似してください。このまま体を横にひねります。その時に開いてる足でしっかり床を踏む感じです。膝はしっかり開いておきます。こういう感じです。できれば息を吐きながら、スマホ持ったままでもいいです。しっかり地面を踏みます。しっかり股関節と鼠径部周り、ももの裏、後ろのお尻に力が入っていればバッチリです。 OK、 次は反対です。体はちゃんとまっすぐです。足がこうではなく真横。大体90度に作ってください。しっかり床踏んで、あんまり体がね、動かないように。ここは固めたままで、膝しっかり開いて。どうですか？この辺に力が入ってればいいです。OK。今度は今の足を作った状態で、手で膝を後ろに押さえます。膝は前に力を入れます。これでお腹を引っ込めながらキープ。しっかりね、お腹に力が入ってれば、まっすぐにしてる前ももが少しストレッチされて痛いかもしれないですが、手で押さえながら膝は前に持っていく。押さえ合いをします。お尻に力が入ってれば OK。 OK、 反対も一緒です。手で押さえて膝は前。これがね、ほとんどお腹と足痩せに効果的なワンフロッグストレッチです。反り腰の人とか前ももの張りがある人はね、痛いと思うんですが、それは鍛えてるんじゃなくてストレッチなんで問題ありません。しっかりね、鍛えていきましょう。うわー、よっしゃ。今度は今の押さえた状態でしゃがんで上がる。こういう感じです。手で押さえておきます。どうですか？お尻をしっかりね、キュッと締めます。キュッと、オッケー。反対も一緒です。しっかり手で押さえて、お腹引っ込めて、骨盤を立てて、やりやすい方とやりにくい方がね、大体の方があると思います。で、なんか位置がね、いまいち合わないよっていう場合も、同じ動きをね、左右やってると整ってきますんで、体の歪み解消にもね、おすすめです。OK。 今度はつま先を立てて膝つけます。ここから片方膝を開く。
バランスを取りながら膝を開きます。つま先を支点に膝を開いていきます。上体はね、あんまりこう動かないように股関節から膝を開くイメージです。OK。 今のはちょっと意識が難しいんで、もう一回いきましょう。股関節支点に開く。この膝を開く動きがほとんどの方が弱っている中殿筋と小殿筋を鍛えることができます。ただこれをカエル足にしてしまってもあまり効果がないんです。ちゃんと膝を開くっていうカエル足の動きを、筋肉を使わないと意味がないです。まず内転筋を伸ばしながら開く。 OK。 今寝ましょう。今の意識を踏まえてつま先立ちで開きます。ただ膝を開くんじゃなくって足の先支点で腰を床つけたままで膝を開きます。OK。 次は足をすらしながら開く。できれば倒れないようにね、まっすぐのまま。ちょっと難しいけど、こういうイメージ。どこの筋肉使ってるか分かりにくいよって方もね、この動きをしていればお尻が使えてますんで、もう一回膝立ちです。今度は足をね、バランス取りながらこうやって回します。膝立ちでバランスを取って後ろに回す。あんまり体ついていかないように、体正面向けたままで股関節回しです。もっとこの難しかったら起きましょう。OK。 お疲れ様でした。今回のワンフロッグストレッチ、胴体部分気になるよって方はこの1本で解決できますんで、何度もやっていきましょう。頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。